たくなるだけの自分が追いかける。知り合いの方来たんですけども、ご飯は食べれないって言っちゃったので、はい、そこで頼めるんですか？そうなんですね。なんかね、おいちたが、はい、そのお店1階なんですけど、はい、そのお店がお忙しくないときは、なるほど。なんかちょっと行けるかも、持ってきてください。その時はそこにメニューを置いてあるんですか？私が PDF のメニューを見せます。あ、なるほど、そういう感じ、はい。そういう感じです。だそうです。皆さん知ってるんですかね？僕だけですか？知らないと。というわけでやっておりますけれども、お盆の最終日ですか？お盆休みの最終日ですよね。その時にはね、本当にそんな中来ていただいてありがとうございます。
というわけで、私は今日の出演者の方々よりちょっと上ですよね。ちょっとどころじゃないですね。すいませんね、ちょっとね、家入りましたけどね。いや、まあだから僕もね、このイベント出させていただいてるんで、まあ、中村さんが一番やっぱこう横で見守っていただいて、いらっしゃると思うんですけども、はい、僕もね、こう共演ちょこちょことね、はい、皆さんさせていただいてて、なんでしょうね、あ、ライブ上なってるって、上からじゃないんですけども、はい、なんか見るたびに思っております。いや、わかりますよね、その感じ。ね、なんか偉そうな感じじゃなくて、はい、ちょっともう、親目線なんですね、悲しいですね、愛な感じがありますよね。もうマキコさん、ちゃんとお笑いを取ってるやん、思って。大分言ってたのに、いつの間にか笑いを欲してたから、さっき。びっくりしましたね。というわけで、まあ、中村さんとはもう10年以上の付き合いで、もう昔からの仲でして、まあ、私も活動休止した時期がありまして、ほんでまた、この1、2年で再会しだして、で声かけていただいて出てるんですけども、続いての曲はですね、ちょっと高校時代の恋愛を思い出して書いてみたいと思います。